しょうがねえな。ケイキチ、何してんの？バカねえ。だって母ちゃん、今日はダメだよ。そうね、この風じゃね。じゃあまた今度風のない日にね。母ちゃん、どっか行くの？どこにも行きゃしないよ。ケイキチ、おいで。ありがたくもないお掃除だけれど、はい。うん、遊んでくるんですよ。うん、お兄ちゃん、おい、小僧、お使いか？あら、おじちゃんだわ。遅いのね。お土産よ。あ、お土産か。おじちゃん、うっかりしてきたな。まあ、かわいそうに。ねえ、れいちゃん、楽しみに待っていたのにね。おじちゃん、いつ来るの？いつ来るのってね。水臭いおじちゃん。それどころじゃないんだよ、こっちは。どうしたの？散々の手たらくさ。うまくなかったの？落ち目さ。落ち目って？ギリアスでとうとう80円台割れてきやがって。お手上げさ。母ちゃん。何？さっきの金つばがあるでしょ。ね、あっち行って食べてらっしゃい。ね、いい子だからおとなしくするのよ。ああ。あんたあんまり焦るからよ。ん？まあ、みっともないこと。世も末だな。今度ハンダースほどカバンの中入れといてあげるわ。いや。もうその心配もいらんよ。どうして？アパートの方を引き払おうかと思うんだ。え？経済が二重だしね。え、そうよ、そうなさいよ。そりゃあんた、今のまんまじゃ不経済だわ。ねえ、それに越したことないわ。ね。しかし、ここは少し乗り物の便が悪いかな。あら、それぐらいのことあんた我慢しなくちゃ。ねえ、そうしましょうよ。ね。しかし。しかしだなんて、何も考えたことないじゃないの。ねえ。マスオ、マスオ。ばあちゃん呼んでるよ。はい。ご飯だよ。ああ。よしもできたぞ。はい。ベンちゃん。
逃げちゃった。つまんねえな。ただあきくん、学校行こう。あ、行こう。またスズメかい。うん。取れたかい。うん、取れたよ。嘘だろ。ほんとだい。帰りに見せてやるぞ。よし、ほんとだな。うん。あなた、どこにいるんですの？あなた、何してらしたの？冷めちまいますよ。かわいそうなこった。え？かわいそうって、何が？俺がいるんでさ。どうして？おかしな人。私、ちっとも苦労だなんて思ってはしないわよ。かわいそうだなって、うん、お前じゃないよ、小僧さん。え？あいつは俺がいちゃダメだ、ダメにならないよ。よしなさいよ、朝っぱらから変なことなんか。俺こそ朝っぱらから腐るじゃないか。どうして？言ってみろよ、小僧のやつ、俺が邪魔なんだろう。変にいじけたすを作ったりなんかして、大の男が子供に邪魔な扱いにされちゃ居心地が悪いからな。で、どうするって言うの？どうするって、俺が姿を見せないのが一番いいだろ。俺はただ、景気ってやつが変にいじけた真似をするのが尺に触ったり、またバカにかわいそうになったりするんだ。泣き虫。ちょっとどうかすると奉公人みたいな泣き方をしてさ。どうしてそうなんだろうね。おじさんだって可愛がれないじゃないか。さっさとお顔を洗い。いいかい、おばさんがお家のことなんか聞いても、わかんないわかんないって言っとくんだよ。お前はバカなところがあるから、すぐおしゃべりをしてしまいそうだけれども、いい？わかった？ああ。ああって、あんた本当にお返事をしてんの？うん。おひろちゃん、いる？いる？いないのかしら。ああ、姉さんいらっしゃい。いないのかと思ったわ。
こぶつけてご入団か。相変わらずさ、おばさんにこんにちは忘れたの。どうも乾きが遅くなったね。お隣の空き地まで侵入さ。勘蔵さんは？ええ、お天気がいいもんだからのこのこ出てったの。あ、そう。こんな日にはお得意さんのご機嫌もいいだろうってね。やなっちゃうわ、売れもしない小説家なんて。そうね、何商売もみんな同じね。旗で見てるといいよ。でもね、まったくね。あ、ケイちゃん、バット一つ。きちっと閉めていくのよ。しようがない、あれば愚痴ばっかしね。お茶でも入れましょうかね。あんまり構わないでよね。大丈夫よ、構えたくたって。おやおや、珍しい。ガスも電気もご健在ね。これいしょ、バカにしたもんじゃないわ。へえ、この間ちょっとした大金が入ってさ。いつのことそれ。え、先月よ。うーん、久しぶりで合流しちゃったけど、100や200のお金なんかあっけないわ。へえ、しょうがないな。ああ、世話が焼ける。あのね、え、またお願いがあるんだけれどね。なあに？慶吉のことなんだけれど、ねえ、どうしたの？故障してんのよ、変なガス。でね、私今度喫茶店を開くことになってね。で、ここ1週間ばかしうちのことなんか構っちゃいられないのよ。そっちの方のこといろいろしなくちゃならないでしょ。ねえ、ほんの1週間ばかしなのよ。ケイキチは預かってほしいの。またお店開いたらあんたにも手伝いに来てもらえるし。今さら方便つけて私がお紅茶運びでもないでしょ。姉さんの話当てになったわよ。しようがないのね。当たり前。でも今度は本当なのよ。ねえ、たった1週間よ。知らない。ねえ、預かってよ。ケイちゃん、おい、ケイちゃん、母さん一緒か？ああ。お使いか？うん。一本くれ。うん、うん。おじさん歩いてきたの？うん。遠いところ？いろんなとこだよ。面白かった？面白いもんか。どこ行ったって大入り満員で、おじさんの入ってく余地なんかちっともありゃしないよ。へえ。割引までまだが少んだろ。うまいこと言うな。腹が減って割引まで待てやせんよ。そんなに待ったらミイラになっちゃうよ。下手なやつだな。貸してごらん。あ、しまった。さあやろう。
おじさんやるかい、うん、ずるいな、大人のくせに。ずるいぞ、おじさん。何言ってんだよ、そうやろう。よし、やろう。ぜーん、ほら、ほら、じゃあこれ置いてくるよ。あ、しまった、出ちゃった。しょうがねえな。しょうがねえな。さあ、いいか、進行、ほら。まあ、何してんのかと思ったら、バカみたいに。およしなさいよ。お前もしょうがないね。ああ、なんて何さ、みっともないじゃないの。ねえ、どうだったの？うん？一つぐらい売れそう？尺に触る話さ、三つともダメなんだよ。第一、見てくれないから話にならんよ。どうせそんなことでしょ。どうせとは何だ。見てくれりゃな。なあ、お前、このキリギリス夫人だって、履歴のある人生だって、相当の傑作ばっかりだぞ。私に力んだって始まんないわよ。雑誌屋で力めばいいのに、肝心のところじゃからだらしなく来たがるんですよ。バカ、これでも悪戦苦闘してんだぞ。知らない。あ、ねえ、あんた、ん、姉さんがまたケーキちゃん預かってくれって、一週間だけって言うんだけど、姉さんの当てになんなのよ。今度のやつが邪魔にするんだろ。無理はないよ。同情すんの？だって迷惑なのは私よ。私あんたに相談してからって言ったの。だから、うまく断ってちょうだいよ。だって、お前の姉さんじゃないか。だって困るじゃないのさ。そんな水臭いこと言うなよ。ええ、私だってしたくないわ。あんたさえもっと稼いでくれて、うちが楽だったら私、喜んで世話するわ。みんなあんたがぼやぼやしてるからよ。あんた、うん、私がいたんじゃまずいからさ、一人で行って、なんとかうまく断ってちょうだいよ。ね、しっかりよ。どうしたんだろうね。ずいぶん伸びてたんだね。母ちゃん、うん、僕びっくりしたんだよ。何やさ、女の人がね、うん、爪を真っ赤にしてたんだよ。爪のお化粧だよ。ちっ、おかしいや。よう、来てたね。お邪魔してましたよ。無理だろ、ちょっとだ。どうも、不景気で弱ったよ。お互い様にね。あ、すみません。いや、まったく、僕んとこなんか、親御さんにようやく生きていくだけみたいだよ。でもいいわ、あんたんとこなんかさ、親子三人に水入らずで、私んとこなんか、まあまあ、不幸ばっかり生きがいなんかありゃしない。同情してほしいわ。あ、タバコ？いやいや、ありますよ。いやいや、いいんですよ。まだあるわよ。ねえ、今もね、ひろこさんに頼んでたんだけれど、ひろこさんに会って。ああ、そこでお聞きになって。ああねえ、助けると思ってお願いしますわ。ねえ、ねえ、ああねえ、あ、いいよ。まあ、よかった。頼みます。ああ、いいですよ。うちの進行も相手ができて喜ぶでしょう。あ、金ちゃん、お、帰ってきたのかしら。Thank you.
なんだ、警部か。何してんだ。だっておじちゃん、腹が空いちゃったよ。ああ、そうか。おじさんとか夜仕事するんで朝寝坊だからな。よしよし。おい、きなこ。おい、ケイキチは俺たちのように朝昼倦怠ではかわいそうだよ。起きて飯炊いてやるよ。ケイキチはあんたの責任よ。あんたはご飯炊いておやんなさい。まだ怒ってんのか。当たり前よ。おい、大きな声出すなよ。みっともないじゃないか。あんな人誰しな。自分の勝手な時ばかし子供預けてさ。あんたが舐められてるからよ。おい、ケイキチが片付くまでうちのこと何も構わないから。しょうがねえな。おい、絶対に構わないから。おい、何してんだよ。おじさん、これ着物ね。うん、うん、どうすんの。洗濯屋に持ってくんだよ。いいお天気ですな。ああ、ハイキング日和ですな。さよならすな。おじさん、あの洗濯よ。いやいや、違う違う。じゃあ、なんて洗濯よ。おい、姉さん、お茶をくれ。はい、おきみさん、お茶をくれ。はい、ちょっと待ってね。はよ、はよ、おはよう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 、おじさん、おはようなんておかしいやね。おい、警部。ん？おじさんとか寝坊で困るだろ。うん、警部、おじさんとこよりも菅子姉ちゃんか蓮子姉ちゃんのとこの方がいいぜ。お前どっちが好きだい。なんかおばちゃん好きだな。そうか。菅子さんもいいが、今会社へ出てるな。なあ警部。ん？蓮子ちゃんとこ行ってみようよ。いいぞ、あそこは空気がいいや。校内でな。腹っぱあるし。おかわりするか。よし、どんどん食え。おい。はい。ケボ。ん？今回はいいな。ほら、ケボ。蓮子ちゃんとかハイカラでいいだろ。はあ、おお、ケボ、犬好きだろ。はあ、豪勢な友達がいるぞ。いいだろ。はあ、ほら、出発。イシイシイシ。よう、しばらく。いや、すごいね、君。大したもんだね。これは随分高いだろうね。うん。1000円ぐらいするだろうな。あら、いらっしゃい。いや、すごい景気だね。あら、あれ、借りてきたのよ。え？ほら、これよ。あ、そうか。そうだろうな。ねえ、買ってちょうだいよ。売り上げの1割を献金するんだからさ。ああ。
ああ、考えたね。ずいぶん合意してると思って楽しく思ったよ。本当にびっくりしちゃうわ。すごい合意よ。でも、ちょうどいいとこに来てくれたわ。あ、いやね、実は。あ、ケイちゃん一緒？ピクニック？いいケーキね。頼もしいわ。私行こうと思ってたのよ。あんたんとこか、スナコお姉ちゃんとこ。え？何しに？分かってんじゃないの。でもせっかく行ったあべこべに足代だけ損するとつまんないし、どうしようかなと思ってたの。ちょうどいいわ。ねえ、おわりよ。うんうん。あ、ケイちゃんも。あんた足怒った？ああ、もうすぐだよ。ねえ、お上がりよ。ケイボ、また後で来ようか。うん。な。あら、帰っちゃうの？うん、また来るよ。そう？あの、実は、泣いちゃってんのよ。ねえねえねえ、絵の具代だけは断然無理しちゃってるんだけど、ガスが切られちゃったのよ。ガスならまだ炭っていう手があるからへっちゃらだけど、今日からす電灯が切られる番なのよ。会社から宣告のハガキが来たのよ。絵の方は昼だけだから構わないようなもんだけど、真っ暗じゃ、ほら近所にみっともないでしょ。そうだな。いっそのこと灯火管制が半年ほど続くといいんだわ。うん。ねえ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 、いくらか持ってる？いくらぐらいだよ。2月分なの。でもみんな払って損だから1月分だけ払うのよ。そんなこと私、うまいものよ。世話女房になったな。好きで一緒になったんだもの。うちなんて言わないわ。のろけられたり、たがられたりか。1円50銭でいいのよ。しめしめ、あなた、救世主現れたわよ、ほら。いや、どうもすまんな。いや、あなた、タバコもらいたいんじゃない？いいよ、いいんだよ。そう？ケボ、帰ろうか。うん、お上がりよ。あ、いやいや、また来るよ。また来るわね、じゃ失敬するよ。そう？おじさん、今度はどこ行くの？うん？うん。純の流木、なかなか評判がいいね。うん、大々と客観的に組み打ちできなかったところを食べ流しでこう巧みにやってるんだね。うん、珍しくお揃いで、好感が揃うと僕も力強いですよ。うまいね。ところで、来月分にはぜひ一つ書いてくださいね。いや、それは書けないんだ。で、実は今日断りに来たんだよ。そいつは困ったな。これ以上は強制労働だよ、君。困ったなぁ。一体君いくつ書いてるんだい？雑誌が7つに新聞だからね。そうかい、新聞があるんじゃなぁ。どうも売れっ子は白状で困る。そういって人気のないもんじゃ雑誌が売れんし。ねえ、助けてくださいよ。まずダメだね。男には白状なんだから。片山さんはいかがです？許してもらいたいね。こりゃ八方塞がりか。よう、しばらく。どうした？ああ、相変わらずの売り込みさ。やみつきでね、商売買いもできないんだよ。そうか。おせっかいだが一つ僕頼めるよ。あ、よかった。ちょっと高田さん。何ですか？あなたにぜひ一つお願いがあるんですが、ちょっとすみません、来てください。何ですか？すみません。ちょっと。高田さんとは、同人雑誌時代のお友達だそうですね。ええ。お持ちの原稿を見せていただきましょう。あ、お願いします。あ、君、谷口博士の原稿はまだかね？あ、明日必ず。確かだね。あの、この類歴のある人生が
一番自信のない方じゃないんです。まああるんですな。それからこのキリギリス夫人というのはある意味で女の持っている一種の何と言ったら適切かな、政治的な反面を公式的にこう君やっと捕まえたね。苦労させられますよ。普通の方は間に合わせますからね。ああ舞台は4時まで暇なのよ。ああそう、じゃあよろしくお願いします。あとにかく読んでおきましょう。あ君これ車だい。いえいえいいんです。読んでいただいて雑誌に載るような作品でしたらその時に。いいじゃないか、取っときたまえよ。せっかくの君恋だからさ。いえいえ本当にいいんです、いらないんですよ。それじゃあんまり眩しいですから高田君によろしくおっしゃってください。いいじゃないか、取っときたまえよ。いやそれじゃあ僕困るんですよ。いや僕も困るんだからさ。いや本当に困るんです、本当に困るんです。ありがとうございました。おいあんちゃん、はい、さあ一杯やろう。いやこれはどん、はい、どん、はい、お願いします。はい、お嬢さん、ジャンボ、はい、お嬢さん、いやおもう一回どうしたんだ。はい、はい、そのノイプレが気に入った、はい、まあ、これやれ。いやもう行こうじゃん。そうか、どうしたんだよ、どうしたんだよ。はい、おい、飲むよ。いやもう結構ですよ。結構、あー、すげえ、すげえ、やるだから。あー、しきしき、おい、おかわり、どんどん持ってこよう、どんどん、おい、どんどんつける。大丈夫ですか、旦那。大丈夫だよ、あるんだよ、あるんだよ。お手持ち3本。そんな意味で言ったんじゃありませんよ。やるな、旦那。どうぞこちらへ。お調子、お調子、おかわり。喋るとね、おかえりなさい。いらっしゃいませ。だらしやねえや、松山勘次郎。ついにだらしやがるか。おい、酒だ酒だ、どんどん持ってこい。ああ、かかわよせがれよ、この父に泣けか。危ないですよ、旦那。どこへ行くんですか。で、便所は持ってこられねえからな。旦那、旦那危ないよ。何でも歌ってやるよ。どうもありがとうございます。おじさんがやってやろう。な、ほら歌ってやろう。風と波とに誘われて、今日も原稿書いてます。
いと、ちょいと、起きてくださいよ。おい、どこだよ、ここは。え、困るわね。おい、どこだよ、ここは。おい、おい、おい、ひろこ。開けてくれよ。高い声出してみってもないじゃないの、うん、今自分、うん、偉そうに。うちに来なかったか。誰が。いや、誰か。誰も来ません。おかしいな。何が。いやいや、別に。おかしいなあ。あなた、うん、姉ちゃんどう言ってて、金吉を連れてったら。え、どうってしょうがないやん。そりゃ自分の産んだ子だものね。はあ、腹臭い。どこで飲んできたの。心配するな。金もねえのに気の利いたとこ行けるか。焼き豚屋のお酒なんか毒よ。頭が悪くなるわ。それでなくてもあんまり大して小説も書けないくせに。小僧、うまいこと火が起こったか。うん、怒らんのか小僧。下手くそだな。小僧は随分無口だな。うん、おじさん、僕ケーキってね、言うんだよ。ああ、そうそう、ケーキち稽古だったな。あ、こらこら、商売道具で火を吹くやつがあるか。あ、またやっちゃ壊れたね。うん、
少々狂ってもこの先生が吹けばじき直ってしまうんだよ。蓮子さん、まあ、いやだ、肝臓さんだわ。いや、まだ寝てんのかと思ったよ。まさか、なんだか声が似てると思ったけど、こんな早く来る気遣いはないし、私、伝統屋さんだと思ってたね。ごめんなさい。なんで、まだ伝統屋さんが怖いのかい。うん、昨日あんたにもらったお金、お蕎麦屋さんに横領されちゃったの。うん、私、持ってないと平気で断れるんだけど、持ってると気が引けて頑張れないのよ、うん、やっぱり苦労が足らないのね。当分イルスさんですよ。あらダメじゃないの、大きな声出しちゃ。ああ苦しい。いや道場は辛いですよ。あるある。いやいや、ギザが2枚とあと酔っ払いがザラザラしてるだけだよ。しずくんも同じか。今日は何時に来たの？あ、そうそう、実は昨日帰りにね、ケーキのやつがどっか行っちゃって探し回ってるんだよ。あ、それはもうちゃんとお家帰ってるわよ。いや、様子を伺ってきたんだけども、まだ帰ってないらしいんだよ。あら、こんにちは。あら、こんにちは。あなた、こんにちは。小僧、うんと食べろよ。ええ。腹をこしらえてから、その酔っ払いのおじさんとこに帰ればいいやな。渋谷の駅まで行きゃわかるんだろう。ええ。うん？昼はどうせ遊びだ。送ってやるぞ。喧嘩。今年は柿の成り年かな。小僧、国はどこだ？え？どこで生まれた？東京。ああ、江戸っ子か。あざか。木登りをしおって、怪我でもせにゃええが。小僧、いくつだな？11。うん？一つ上か。それどこ来んの？うん？これか？ぼつぼつ雪が降るで、
せがれのジャケツをな。これで国の神さんも安心だ。小僧、うまいか？うん？まずいのか？おしになったのか？なんだ、おかしなやつだな。ああ、そうそう。なんだったっけかな。ああ、慶吉。慶公はよっぽど小僧と呼ばれるのは嫌いらしいな。うん？おい、慶公、どうした？なんだ、泣くんじゃないよ。うん？おい、男の子じゃないか。育児なしだな。ダメだな。お、返しちまった。ほら、富士山が見えるぞ。見えるだろう？うん？あ、気を大きく持つんだ。泣くやつは男じゃないぞ。うん？おい、ねえ、泣きたくても泣かないのが男なんだよ。わしたちみたいな下っ端な人間は泣きたいことばっかしなんだ。だがみんな我慢するんだよ、男だからね。泣きたい時はくそっと歌でも歌うんだ。いいかな。あ、おじさんがいい歌教えてやるぞ。いいか。泣きたいことなんかケロッと忘れてしまうんだな。ほら、皮膚キだけがこんないい音を出すぞ。なんだ、また泣いてるのか。笑ってんのかおい。さあ、上行こう。ね。箱根の山は天下の剣って言うんだぞ。上手くなったな。魔女の山。ほら、おじさん。富士山が見えるよ。ほら、富士山が。見えるだろう。ただいま。あら、また来たよ。一人で来たの？うん。
母さんと。誰とさ。尺八のおじさん。誰とだって。誰さん、言ってごらん。どうしたの。さあ、おいで。言ったらいいだろ。誰とさ。変な子ね。すぐ黙りこくって。その顔、死んだお父さんにそっくりだ。かわがらなの当たり前だよ。知らな、お前みたいな子。おいおい、お前があんまりガミガミ言うからいけないんだよな、警部。だっておじさん、お酒飲んで僕を残してったんだもの。どうしたので余計なこと言うんじゃないよ。いや、あんた黙って。それから。僕それから尺八吹きのおじさんに連れてかれたの。まあ、警部、おじさんいいもの買ってやろう。ほら、そんなお金あったらうちの子供にシャツを買ってやりますよ。警部、警部って何ですか。弱みがあるんでしょ。おっしゃ、うざい。なんでって、うざい。もう一度言ってもらえません。でもね、そりゃもちろん佐田子姉さんがだらしがないのさ。だけど女ってものは30になったって、あんたの言うようなそんな分別なんかつかないと思うわ。母性愛なんていうものはなくなっちゃうのかね。母性愛冗談じゃないわ。どうして。そういうことはあんたみたいにご亭主のある人の言うことさ。へえ。おやおや、独り者のくせしてよく30女の気持ちがお分かりになりますね。分かるも分からないも本当のことよ。身につまされる。しっかりしてちょうだい。伝子ちゃんだってそうだわ。たった17だけどあんなになって、子供のくせにいっぱし女房気取りでさ。一番あんたをバカにしてるくらいよ。へえ、私をバカに。いつ会ったの。この前の日曜だったかな。まるっきり変わってしまってね。苦労はしてるらしいけど、独り者の私の方がよっぽど羨ましかったわよ。あんただってレンちゃん羨ましがってないで結婚したらいいじゃないの。私は私よ。塔が立ったらおしまいよ。三人のいい見本がありますから、せいぜい利口に立ち回るわ。バカ。お上がり。やっぱり私が四人のうちで一番貧乏性かもしれないわね。そうでも。いや、そうよ。酒飲みでブラブラした亭主抱えてさ、おまけにぼんやりした子供までぶら下げてて。嫌だわ、急にセンチになったりして。なるわよ。もう嫌だこんなもの。そうよ、そんなことコツコツやるから蓮子ちゃんにバカにされるのよ。そうだわね。私も一生に一度でいいから、あんたみたいに自分で月給取ってさ、安香水でもいいからこうパラパラっと振りかけてみたいよ。本当に気に入くね。そんなんじゃないけどさ、つくづく亭主ってもの持ってみて、女の利口さ加減がよく分かったのよ。はい、匂い。だって松山さんはあれで芯はしっかりしてるわ。どうだか。あんた、牛肉買ってきてくれた。10銭上がったぞ。あら、そう。いつもよ。あ、帰ろ。やっぱり思い出した。まさか、あれでも遅く帰ると亭主らしく怒るんだからね。ごちそうさま。じゃあケイちゃん頼んだわよ。いいわ。あら、いないわ。本当だ、ケイちゃん。やだよ、本当に。あの子にはホーロン焼きがあるんだからね。気が悪いからね。どこ行っちゃったんだろう。あ、ケイちゃん、あんた何してたの。え、北斗七星見てたの。寒くない？おとなしくすんのよ。
ってごらん、あんた。よく、ゆっくり寝かしてくれよ。まあ、寝坊ね。けいちゃん。え？座ってあげてよ。うん。まだ早いわ。あ、その箱、これ？うん。食べなさい。はあ。おばちゃんにもちょうだい。けいちゃん。うん、きっと誰が好き？よう、誰？言ってごらん。母さん。え？母さん。へえ。そうかね。おばちゃん誰が好き？よう。誰にしようかな。なんだ。びっくりするじゃないの。寝込みを襲わないと。はい、死ぬだなんてやれられると困るんですもん。お入りよ。いいの？そうぜ。ああ、お客様よ。いい人？うん。まあ、珍しい。バカにしてる。だから不良少女だっていうのさ。どっちが不良さ。入ってもいいの？どうぞ。ごめんなさい。なんだ、けいちゃんか。ひなちゃんは片人だ。そう変ばって言うんだろ。この頃はやっぱり、おそらちゃんみたいなのが良くなった。だんだんくたびれちゃった。貧乏でね。よ、助けてちょうだいよ。私んとこ、救済所じゃないわ。けいちゃんやら、あんたやら。けいちゃんの件なら私、佐々子姉ちゃんに掛け合ってやるわ。掛け合ってくれる？ああ、いくらでも。え？その代わり、私の方にも融通してよね。いくらでも。かっしゃねえ。やらざるを得ないのよ。かなわない。ララ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 ラたの。お兄ちゃん。あら、あんたたちなの？ひろこ姉さんがね、警部を連れて様子見てこいって言うんですもん。そう。じゃあ警備置いてったらいいでしょ。何も様子なんかあんたたちに話すことないわ。怒ったの？怒ってはしないけどさ、兄弟がいもないね。
姉さんこそ湯上がりかなんかでのんびりしてさ、自分の子供妹の所帯預けっぱなしで。もういいわよ、ほっといてよ。言うだけ言わなきゃ。何とでもおっしゃい。ええ、言うわよ。ケイちゃんは夕べは私んとこで泊まるし、その前の晩は尺八吹きの世話になったり、ひろこ姉さんとこだって夫婦喧嘩まで追っ始めたりしたのよ。そんなに邪魔な子だったら個人にでもやったらいいでしょ。もういいわよ。よかないわよ。こんにちは、こんにちは。ね、帰りましょうってば、帰りましょうよ。こんにちは。ああ、すいません。うるさいで。お前母さんを苦しめりゃいい心持ちなんだろ。そうなんでしょ。兄ちゃんだ。バカ、おじさんじゃないか。おじさんだい。どっち行ったよ。おじちゃんだい。パパ来たよ。バカ。うるさいね。表行って遊んどいで。兄ちゃんのバカ。ねえ、薬取ってちょうだい。引き出しのあなた、くよくよしたって仕方ないじゃありませんか。何をそんなに考えているのねえ。ああ、一つ曲がると何もかもだ。でもさ、みんないいようにと思ってしたことなんですもの。仕方がないじゃありませんか。ねえ。また出直せばいいじゃありませんか。これからよ、ね。元気を出してよ、ね。深いな。
荒木君。はい。小遣い部屋へ行きなさい。お疲れさせて本当にすみません。何？ケイちゃん来ちゃった。なーに母ちゃん。あのね、母さんね、しばらくの間なんだけれど九州へ行かなくちゃならないの。おじさん、ご商売がダメになってね、とても大変なのよ。それで少しの間なんだけれど、この手紙を持ってね、ひろこおばさんのところに行ってるの。僕？うん、しんちゃんのお守りをしてあげてね。少しの間だからおとなしくして待ってらっしゃい。分かった。今度はケイちゃん連れていくことできないのよね。どうよ。あ、遠いの。でも母さんすぐ帰ってくるからね。この手紙大切なのよ。いい？もうあっち行ってもいいの。母さん向こう行ったらいいもの食ってあげよ。学校、学校またお休みするの？うん、そう。でもあのおばさんと相談してあの辺の学校行くようにしてもいいでしょ？ね？ね？帰れって言えない？え？帰れって言ったかい？それごらん、大丈夫よ、ね。それに勘蔵寺さんはケイちゃんと仲良しだもの、ね。Thank you.
箱根の山。